まあ、バレンタインってやっぱり小学校、中学校、まあ、高校とやっぱ男の子は全員ドキドキして学校に行っちゃうんですよね。あるんじゃないかと思う、下駄箱に、机の中に、うん、部活終わりに誰か待ってるんじゃない、それこそ今の話じゃないですけど誰か待ってるんじゃないかなと。僕もそのうちの一人だったんですけど、そわそわしたまま授業が終わり、そわそわしたまま部活が終わり、結局もらったのはもう本当に男子バスケ部の一つの先輩一つ、男の先輩一人にだけもらったという、はい、本当に全然、本当ならモテエピソードを話したいところだったんですが非常に不甲斐ない結果に終わり申し訳なかったです。いや、謝罪会見、謝罪会見した。中学生の時に、恥ずかしいなずっと片思いしてた子がいて、ね、なんかこう中学生の頃だったんでちょっと駆け引きみたいな、なんか好きなのかな、好きじゃないのかなみたいな。でそれでバレンタインの日に待ってたんですけど、学校の前でいただけなくて、いただけなくて、それでこう家に帰っていたら近くの公園で待っていてくれて、そこでいただいて胸、ね、ギュンという、はい、おバカなエピソードがありました。甘酸っぱい、恥ずかしい。チョコレートでできたお花を持ってきて、お花と向きはチョコレート、ちょっとやってみます。レベルが違いますね。おはよう。ちょっとさ、プレゼントがあるんだけど。はい。これ実はね、チョコレートの味するんだよ。すごいでしょ。日頃の感謝の思い、ありがとうって思うと大好きだよって思ってきたんだ。はい、大好きだよ。キューキュー。チョコ素手でいっちゃう。潰れてる。そう、あ、いや、鼻の部分だけちゃんとラッピングしたら、あ、なるほどなるほど、で、最後食べるっていうオチ。あ、なるほど、自分で行っちゃうんかい。そう、あでもやっぱ一番若いんで、なんといっても高校生なんで、現役の確かに現役の高校生ではあるので、やっぱ学校でのシチュエーションがいいですよね。なんでやっぱ屋上とかにちょっと呼んで やってみますね。お、あ、先輩、失礼します。かわいい。かわいいな。ちょっと可愛かった。逃げちゃいますね。後からちょっと電話とかで感想を聞きたいと思います。先輩までめっちゃかっこよかったんだよね。ね、すごい。呼び出すのも勇気いいですね。そうですね。ちょっといざ見たらちょっとまたポケットが手出なかったですね。なるほど。ああ、なるほど。かわいいエピソード。かわいい。実際にはないですよ、まだ。まだないんですけど、もしかしたら、もうあとチャンス数年しかないですね。あと1年ですね。あと1年か。先輩、もう先輩はいないですね、それで言うと。え、じゃあ今年が最後。じゃあ今日18年でしょ、今年。そうです、次3年生。次高3になるんで。あ、じゃああともう先輩はいないです。なんでこのステージは無理です。僕結構恥ずかしがり屋なんで、本当になんか凝ったこととか多分できないので、ただお話ししてる時とかにこうしれっとこうポケットにスッて入れたりとか、まあ、ポケットなかったらカバンとかにスッてこうなんとなくこう入れて済まして、気づいたらあげるよっていうことぐらいしかできないです。もう恥ずかしい。よしちょっとその感じをシーンとしてやってみてもらっていいですか。先輩からのめちゃめが入りました。わかりやすい。あ、ですよ、こう入れて、あげるぐらいしかできない。なるほど。気づかれるパターンね。そう、気づいてもらえなくてもいい。全然お家に帰ってから、あれ？ってなっても全然僕はいいんですけど、気づいたらもうそんなこったこと言えないから、あげるしか言えない。緊張しちゃう。緊張しちゃうんです僕。ただ怖いよね。誰からか分かんないチョコが急に確かに嫌じゃない。びっくりする。やばいかもしれない。なんか書いといた方がいいかもしれません。自分の名前ぐらいは書きます。じゃあ